はいこんににちはレトスの斧です6月14日の3問に入っていきます A がその所有地について債権者 B の差し押さえを免れるため C と通房して C に所有権を移転させたその後 C の通房について善意の D に当該土地を譲渡し さらに D が E に譲渡した場合 E は E の善意悪意に関わらず A に対して対抗できる丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸ですねで図はこんな感じですね A が債権者 B からこう差し押さえられるとそれを免れるために C さんと通報してこの土地の所有権を C に 移転させたんですねでさらにその C がこの土地を D に売却した。で、D さんは善意ということなので、この通報について知らないって話なんですね。で、購入した D さんが E さんに売却しましたよと。で、E さんについては善意か悪意か、まあ、分からないよと。で、その状況で E さんは A さんに対して対抗できるか。つまり E は A に対して この土地は私が買ったんだから僕の土地だっていうふうに主張できるかっていうことです。で、D さんが第三者で E さんが転得者なんですね。A さん、C さんが当事者で D が第三者。で、D から譲渡を受けた、つまり購入した E さんは転得者と呼びます。で、結論から言うと D さんもしくは E さんが善意であれば E は A に対抗できるんですね。 で、今回の問題で言うと D は善意なんですよね。したがって E は A に対抗できます。つまり E さんは A に対してこの土地は僕の土地だと主張することができるのでルになるということです。D さん、E さんどちらかが善意であれば E さんは A に対抗できるというのが今回のポイントになってくるんですね。 で今回は D さんが善意だから E さんは A に対抗できるつまり E さんは私が土地を買ったんだからこの土地は僕のもんだっていうふうに E さんは A に主張することができるだから丸になるということですで今回の問題っていうのはただ覚えるだけじゃなくて理解してほしいんですね、まあ、今回はこのポイントだけしかお伝えをしていないので理解についてはあなた自身で行っていただくという流れになるんですけどもこれちゃんと理解しなきゃいけないんですよ でそうしないと、引っ掛け問題に引っかかるんですよね。あと、混乱してきます。問題文が難しくなってきて混乱しちゃいます。だから理解してほしいんですよ。で、そうすれば答えを導けるようになるんですね。だから何でもかんでも覚える癖っていうのは絶対にやめた方がいいです。そんなことをしていたらいつまでたっても合格って難しいんですよね。 短期講座の受講者様は効率的に頭に入れるための、えー、この問題のポイントとあと、えー、考え方重要なポイントですねこれをつなげて頭に入れていただければと思いますあのメールでお送りしている解説あると思いますので受講者専用の解説ですねそちらをご覧いただいて、えー、確認していただければと思いますで問い2ですね宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、案内所においては B のみ標識を掲示すればよい、丸か罰かという問題です。で、答えは丸ですね。えー、案内所に、えー、標識を掲示する義務があるのは、案内所を設置する宅建業者です。で、今回の問題文で言うと、B は単独で 現地案内所を設置したと書いてあるので、B のみ案内所において、えー、標識を掲示すればいいということになります。で、分譲会社っていうのは、現地、えー、つまり分譲地に標識を掲示します。つまり、A が分譲会社、分譲業者なので、A は現地、分譲地に標識を掲示しなければいけません。 まあこれ基本的なところなんですけれども、覚えられていない方、整理できていない方、非常に多い部分です。また問題文はしっかり読んでいただければと思います。えー、読み違いで間違えることはすごくもったいないので、ちゃんと問題文は読みましょう。そしてこの問題で重要なのは、先ほどお伝えしたポイント以外にもあるんですね。でそれは問題文の読み方になります。で、この点については、短期講座の受講者様のみお伝えをいたします。 短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので今年絶対合格したいという方はぜひご確認ください。で問いさんです。農地を一時的に資材置き場に転用する場合はいかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届け出をすれば農地法第4条第1項または同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。丸かバツかという問題です。答えは これですね。一時的に資材置き場にする場合であってもこれは転用とみなされますしたがって原則4条許可とか5条許可これ必要ですよって本文はいかなる場合であっても4条許可5条許可を受ける必要はないというところが誤りだということですねで問題文ではあらかじめ農業委員会に届け出をすればとこ書いてあるんですけれども届け出をして許可を受ける必要がないのは 市街化区域内にこの農地があった場合だけなんですね。これは特例なんですよ。特例であって、原則は農地を転用する場合、4条許可だったり、5条許可必要です。まあ、5条許可の場合は転用プラス権利移動ですね。例えばこの農地を誰かに売っちゃうとか、誰かに貸しちゃうとか、まあそういった場合です。なので、原則を考えたら、この問題文はバツだということがわかります。ここはしっかり原則と例外を覚えておくということが重要ですね。 転用する場合は原則4条許可もしくは5条許可が必要だとで農地が市街化区域内にある場合に限って許可は不要ですよと4条許可5条許可は不要ですただしあらかじめ農業委員会に届け出をしてくださいねとつまり届け出をすれば許可は不要ですよとまい、あ、った話ですで今回の場合で言うとこういかなる場合であってもっていうような例外がない記述これ誤りとするテクニックが実際あるんですね しかし、実際テクニックだけでは解けない問題ってたくさんあるんですよ。なので、このようなテクニックに頼らずに、きちんと理解した内容と照らし合わせて答えを導く。これをぜひ行っていきましょう。それやっていかないといつまで経ってもテクニックだけで答えを導こうとしたら、引っ掛け問題に引っかかってしまいますので、その点は注意しましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。そして短期集中実力アップ講座のお申し込み方法なんですけれども、 この動画の下の概要欄にある短期集中実力アップ講座はこちらというところの下ですねこちらのリンクをクリックしていただければ短期講座のお申し込みページになりますのでそちらからお申し込みいただければと思いますまだ今からであっても全然合格できますので今年絶対合格したいというのであれば一緒に勉強して今年の合格目指しましょうそして12月に一緒に喜びましょうあなたの受講をお待ちしておりますレトスの小野でした